はい、こんにちは、安田久です。今日はお金のストレスについての話をします。でその中でもですね、嫌な仕事をあなたはしていませんかという話をしたいと思います。この動画を見ると分かることはですね、あなたにお金のストレスがあるとあなたがですね、嫌な仕事をしているということが分かります。では行きましょう。ではいきなりですが質問です。あなたがもし宝くじで10億円当たったらどんな仕事をしたいですか？ちょっと考えてみてください。10億円ですね。でもしですね、今の仕事と違うことをあなたが思いついたなら、あなたはお金のストレスがあります。ではなんでお金のストレスがあるんでしょうか？先ほどのですね、宝くじで10億円当たったらどんな仕事がしたいですかという質問はですね、お金のストレスがもしなくなったらあなたは何をしたいですかという質問と一緒なんですね。でそれでですね、もしですね、今の仕事と違うことをあなたが思いついたのでしたら、それはあなたが今行っている仕事がですね、お金のために行っている仕事、つまり嫌な仕事ということになります。なぜならですね、宝くじで10億円当たったら他のことをしたいとあなたが言っているからですね。では逆にですね、宝くじで10億円当たったらあなたがしたい仕事、あなたが思いついた仕事というのはですね、あなたがやりたい仕事ということになります。つまりですね、この宝くじで思いついた仕事っていうものが、もしあなたがですね、お金のストレスがなくなった時に本当にあなたがやりたいことなんですね。でこのようにですね、あなたがやりたい仕事をする、でそれをですね、あなたがやりたいことをですね、生涯かけてやる、そういうことをですね、ライフワークって言うんですね。ですね、いろいろなこれからお金持ちの中にもですね、生き方というのがあるんですけど、お金持ちにもたくさん種類があります。不幸なお金持ちの方もいますし、幸せなお金持ちの方もいます。不幸なお金持ちというのはですね、お金をものすごく持っているんですけれども、それでも不幸な方っているんですね。例えばですね、ある富豪の方はですね、80億円を持っていたんですけれども、資産で80億持っていたんですけど、その資産がですね、5億円になった、いやですね、自殺をした方というのは実はいるんですね。で普通の方から聞いてみればですね、80億も資産あって5億まで減ったといってもですね、まだ5億円も残ってるわけなんですね。でそれなのに、なんで自殺する必要があるんだ、5億円もあるのにって思うかもしれないんですけれども、でもですね、幸せでないいわゆる不幸なお金持ちというのはですね、そうやってお金に対して縛られて、自分が好きなことをやっていないから本当にお金だけに縛られて、お金に対する不安というのがものすごく大きくなるんですね。そういう方を不幸なお金持ちと言います。でもですね、お金持ちの中にはですね、幸せなお金持ちというのもいるんですね。幸せなお金持ちというのはどういう方かというと、まずですね、もしあなたが幸せなお金持ちだとすると、まずやりたい仕事を行っている、やりたい仕事を行ってですね、それをライフワークとしているんですね。生涯かけてやりたいこと、ライフワークですね。ですからライフワークを見つけることができて、ライフワークでお金持ちになった方、そういう方がですね、幸せなお金持ちなんですね。もう一度言いますけれども、ライフワークとはですね、やりたいことを仕事にして、それをですね、生涯かけてずっとやり続けること。もう本当にそういう仕事というものはですね、嫌な仕事でないので、もう楽しくてしょうがないんですね。もうずっとずっと毎日ずっとすることもできますし、もう何時間も続けても全然飽きない。そういうことっていうのが実はライフワークなんですね。で、そのライフワークを見つけることができて、そのライフワークを行ってお金持ちになれた人。そういう方っていうのは幸せなお金持ちなんですね。そういう方っていうのは、もう絶対にお金のためには働いていないんですね。自分が楽しくてしょうがなくて、楽しくてしょうがなくて、でその楽しいことによって人が幸せになって、それで気づいたらお金持ちになっている、そういう方が幸せなお金持ちなんです。ですから今日言いたいのはですね、お金のストレスがあると嫌な仕事があるということなんですけれども、それとですね、もう一つ生き方の中にですね、幸せなお金持ちという生き方もあります。幸せなお金持ちというのは、ライフワークを行ってですね、そしてお金持ちになるというお金持ちですね。ですからあなたもですね、好きなことを仕事にして、そしてライフワーク、生涯かけてやりたいことを見つけて、それを行って幸せなお金持ちになりませんか？はい、
では最後までご覧になっていただきありがとうございます。もしこの動画が参考になりましたら、 YouTube チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。